山形県第1区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止島で定数は4。現在は山形1区と山形2区の一部に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、54万7194人、投票率76.46%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数。 535,891人。投票率 82.、82.76%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、526,029人。投票率 81.、81.39%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、519,747人。 投票率 78.、78.48%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、50万6458人、投票率 82.、82.47%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、五十万三千十一人、投票率。 77.75%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。49万113人。投票率 83.。83.00%第33回衆議院議員。総選挙12月20日。執行当日有権者数。46万9469人。投票率 84.。84.63%第32回衆議院。 議員補欠選挙9月23日執行当日、有権者数、人投票率 75.、75.26%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数45、454 64。649人投票率、83.95%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行。 当日有権者数、43万1921人、投票率 80.、80.79%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、43万28人投票率 85.、85.90%、第29回衆議院議員総選挙11月20日執行、当日有権者数、 423,855人、投票率 85.、85.25%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、415,117人、投票率 89.、89.52%第27回衆議院議員総選挙2月27日、執行。当日有権者数、四十万百十六人、投票率、 85.75%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行当日有権者数39万107人投票率88.67%第25回衆議院議員総選挙10月1日執行当日有権者数40万3040人投票率86.58%第24回衆議院議員 総選挙1月23日執行当日、有権者数377,961人、投票率80.04%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数387,873人、投票率69.12%。ありがとうございます。